いや、かりんちゃんがかわいそう。ん？私がちょっと行ってきますわ。三宅顔の男め。ちょっと行ってきますね。調査に。北のヒルズガーデン周辺。はい、行ってきます。八神さん優しいからさ。やっぱね、多分かりんちゃんがかわいそうだった、すごく。これね。かりんちゃん、離婚なんてどうでもいいもんとか言って、サーカス行く予定だったもんね、お父さんと。かわいいのに、かわいそうだ。離婚してもらいたくないんだろうな、本当は。あ、これか。あったあった。こっちだった、こっちだった。何でもない。おいおいおい、見つけましたよ。写真に写ったら棒だな。なあ。あら。なに？なんすか？受付さん。うん。うん。代理の人？なにそれ。うん。ああ。あ、もしかして。映像ってこのそのことですか？もしかしてですけど。おい。あら、若者、あ、浮気相手やん。ダッセー服。君ダサいよ服。私も人のこと言えるもんじゃないけど、ダサいよ。浮気相手め。やってるやつやな。ああ。うわー、来ちゃったよ。払ったら消すって約束だったよな。あら、受付の老人さん結構あれだね、欲深い人だね。あ、急に短気すぎるて。ひぃ、受付のね、この老人さんもダメだよ、そんなに言っちゃ。なんだか、いや、キムタクもこの状況で聞くんや。とりあえず止めなよ。一緒にホテルに来たのか？何のことだよ。さあね、いや、絶対なんか知ってるさあねや、それは。教えな。あら、どうなんですか？映ってるんですか？くっ。あらららら。ちゃったのね、そんなとこですかね。 うるせえ、ぶっ殺してみろや。やったるで。めんどくさいな。でもおい、ナイフどこやったの。舐めるな、舐めるな。けどおりえ、チャラい若者。あなた浮気したの？本当に。あの及川に言われてやってんでしょ？どうせよ。なあ。ああ。このおじいさんすごいな。お金になると思って取っといたんだ。買ってやる？マジ？内容次第だな。お、やった。ちょっと待ってな、すぐに持ってくる。おいおい、お金欲しすぎるでしょ。お金欲しすぎてね、お金であげちゃってるよ、監視カメラの映像。でも祈っちゃってるよ。いいもん映ってろって。はい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 。はあ、いた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 。こちらですね。チャラい男。女の顔はよく見えないな。見えないな、確かに。ね、あ、時間が結構大事なのかな。あ、なんだ。次行こうか。あら、怪しいな。あらららら、完全に映ってますよ。でもこの人は夫子だよね。怪しいな。はいはいはい、無事もないね。じゃあ次行きますよ。あら、これは、あら、あら、
なった？え？どうなった？めっちゃ後ろ姿似てる。どうなった？この人。合成か。受けるんだけど。完全に捏造したね。おらー、あ、なんかやばい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 。バット持ってきちゃったよ、今度は。あ、そんなことする？あーあーあーあら、アホ、なんてことしたん。いやもう無理だよ、キムタク、さすがに撃ててないよ、それはさすがに。ぶっ壊れたパソコンもカチャカチャしてるキムタク、面白いねこれ。させんね、おじいさん、お金欲しかったんだって。コピー取っといてくれ、おじいさん、お願い。あー、これだけか。いやでも本当に、本当かは分からんね、これ。じいさん、じいさん、本当にコピー取ってないの？コピー取ってないよね、やっぱりね。くっそ、消された。あの若者もね、及川に雇われてよくやってね、ちゃんと。くっそ、悔しいね。見たところだったのに。ヤガミ。ええ。ん？ほら、証拠がないっていうね、もう自信しかないもんね。くそ、あとちょっとだったのに。写真とか撮っていけばよかったね。話になりませんね。はあ。うわ、最低。後ろ姿だけだからさ、別に証拠にはならんくない？同じ服着てりゃ分かんないじゃん。あ、でもそっか、一緒にお酒飲んでる写真があるのか。そりゃあかんわ。あら、奥さん、奥さん、奥さん、ねえ、娘の顔見てやって、今お願いだから、この娘さんの顔よ。あー、かわいそう。最低。冷静になって、奥さん。え、あなたによ、あなたにがっかりしたのよ、こちらは。何決めたの？あーあああ、ひどいよ。ほら、及川は勝ちしかね、もうね、狙ってないの。何この見せつけ方。はっ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 は、ついにあんたは任せちゃったぞ。いや、そんな勝ち方はいかんよ。及川、それでいいんか？心に聞いてみ。あーん、かりんちゃん。これ、かりんちゃん、家出するよ。ほら。おい。お父さん、お父さん、ちゃんと考えてる、本当に。ああ、源田先生も心配してる。ヤガミ。かりんちゃんの気持ちはどうなのかな、わかる。私はずっと言ってる、かわいそうって。話し合ってないと思うよ。お、何？それなら証拠持ってます。さっきはパソコン壊されたけどね。これが証拠です。あるんですよ、こちら見てください。突きつける、息あり。これはね、かりんちゃんがお父さんに渡そうとして破り捨てたんです。何？サーカスのチケット、はい、ん？3枚ある。かりんちゃん、かわいい。どこでゲットしたの？ん？なあ。お、源田さん、かっこいい。あー、かりんちゃん、源田先生、聞いてあげて。え？何のこと？しらばっくれて無駄だぜ。これ見てみて。
れ封筒ごと破ったよね、さっき。ん？カリン、どういうこと？お母さん、急に近い。あ、3枚ってまさか。そう、そうだよ。3人で一緒にサカス行きたかったの。やっぱりいい、カリンちゃん。はあ、うん、そうなんだ。仲直りしてたから。やだ、かわいい。泣いちゃう。なんか泣きそうな気分。我慢してる。なあ、かりんちゃん。そうだよ。行け、頑張れ、かりんちゃん。そう、自分の気持ちよ。おいかわ、お前は黙ってろ。マジで。うん。おいかわだけは黙ってろ。我慢してたね。そうだね。いや、かりんちゃん、いい子。泣く。かわいい。もう。もう。絶対に嫌だからね。あ、ちゃんと言ってる、かわいい。かかりん、どうですかね。うん、ほら、あずささんはね、絶対かりんちゃんの話を聞いてないの、ずっと。そうです、うん、そうですよ。及川さん、あなたは帰りなさい。早く、シュッシュ。勝負してない、もう。バカ。そんなことは考えてないよ、源田先生は。僕は、あ、源田先生かっこいい。何？確かにな、うんうんうん。不幸にしかね、あ、そうです。そうです、何が言いたいんです。おいか、まだわかんねえのか、お前は。かっこいい弁護人の鏡、弁護士の鏡です、源田先生。かっこいい。はあ、そうだぞ。まあ、もう半人前だ、ずっと一人前にはなれねえ。和解など認めるものか。え、嘘でしょ、まだ認めないの。最低だよ。本当に離婚しなくていいのか。こいつは簡単に若い男と寝るような女なんだぞ。偽物だって言ってるぞ。本当だ、信じてくれてる。そうです、そうです、偽物でした。勝手な言い心でしょ。あるんです。あ、ないかも、ないけど。ああ、パパ、頑張れ。信じられないんでしょう、わかります。もうバカ、及川。もう早く帰りなさい、あなたは。やっていきます。かりんちゃんがいるんだもん。汚い真似を。本物じゃない。本物じゃないの。あら、待って、老人さん来たんだけど。ね、老人さん来たんだけど。ん？老人さん来たんだけど、いい人じゃん。絶対いい人や、これ。いなくってよ。海藤さんのことだね。取り込み中なんすよ。データが打って言いました。やっぱりあった？やるね、じいさん。じいさんやるね。たけー、10万たけー。でもかりんちゃんのためだ、買おう。ああ、へへ、毎度源田先生パソコン借りますよ、それと10万。10万は高いな。何？
見てみな、及川。ヤガミ。これで及川もさ、源田先生のパソコンぶっ壊し出したらめっちゃ面白いよね。バンバンバンつって死に消させようとしたもんだよ。これが証拠だ。ほら見ろ見ろ見ろ、見てこのおばさん、全然あずささんと違うでしょう。お、キムタクのドヤ顔です。なんだと。バババババカな、ヤガミ。そんなバナナどういうことか説明してくれ。見てください、これ見てくださいよ、この女。できやしません。つまりそうです。何？でっち上げです。取り返しのつかないこと、ざまあ見なさい。あなた、そのじゃないねん。この証拠品ホテル出されたらどうなるかな、どうなるかな、どうなるかな。法廷行かない、法廷行こうぜ、法廷、法廷行こうぜ。これから法廷行こうぜ。どうする？10万よこしな。10万。捏造を裁く裁判になりそうだな、確かにな。すごい顔してる。くそー、逃げた逃げた逃げた。成長しないね、本当に。いけないわ、それは。ね、必要ないよね。お、今こそ、今こそ破り捨てる時だ、かりんちゃん。ああ。いいよ、いいよ。かりんちゃん破り捨てる女の子になっちゃったね、もう。破り捨て女になっちゃったね。ヤガミ。いえいえ。それよりも10万円ください、返してください。なんか大体情報って10万円なんだね。お手柄でしたね。探偵なんすよ、カムロ町一の探偵なんすよ。そうです、先生かっこよかったね。あ、帰ってきた、ちゃんと。そんなことないよ。あ、新谷先生来た。いつからいたの？だから何そのサングラス、変だって。よかったよかった、新谷先生に話があるんすよ。新谷先生、あなた殺されますよ、殺されますよ。そんなボケーとしてたら殺されますよ。よく殺されずに帰ってきましたね。よかったですよ。